こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日は土曜日で、特にね、仕事もなく、なんかぼーっと一日を過ごした感じでございます。ただちょっと車のね、調子が、ちょっといまいちだったんでね、柳瀬ちょっと車を見に行ってもらったんですけれども、まああれだね、いろいろとこう、まあ、車をね、新車を見に来る方とか、まあ、柳瀬の本社ですね、芝浦の。まあね、うちから本当に至近距離なもんですから、まあ、新車を見に来る方、それからいろいろとこう、車の調子をね、ちょっと、見てもらう、もらう方とか。いや、混んでましたね。それとね、ショールームでね、待っていた時に、まあね、新しい新型の車がたくさんこう並んでるわけですけれども、ね、おお、なんかね、ちょっとワゴン車の小ぶりでかっこいいなこの車と思ってね。で、なんだろうな、なんかね、こんなに大きくもないし、それ EQB って書いてあるんだよね。で、聞いたらどうもその柳瀬がね、出した電気自動車なんですよ。へえ、 EQB か。で、まあ聞いてみたら EQC と EQA っていうのがあるらしくて、今日のね、そこに並べてあったのは EQB なんですけども、まあかれこれでもあれだよね、1000万はするよね。それとね、こう電気、まあね、どこもかしくも電気自動車これから力を入れてるんですけれども、このなんていうのかな、このいろいろと、まあ世界的に、まあね、ウクライナとね、ロシアの戦争なんかもあって、いろいろこう、まあ電力不足になんか今後なっていくよね。だからね、電気自動車がどん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 増えてくるのはいいんだろうけど、この電力不足とのね、このバランスがどうなっていくのかなっていう、そういうことなんかもね、やっぱり考えながらやっていかないとね。やっぱり環境にはね、で、なんていうの、こう、いろんなメリットっていうのかな、素晴らしい点がたくさんあるんだけれども、まあそれとあれだよね、こう、まあいろいろとね、そういう性能とか、もろもろ装備とかね、どん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 進化してるわけだけど、やっぱりあとね、こう、まあ燃費っていうのかね、1リッターあたり何キロ走るとかですね。でもやっぱりね、まあ私なんか車好きなもんだから、やっぱりこう、なんていうの、こう電気自動車とかね、それからまあそうですね、このまあハイブリッドっていうのかな、ハイブリッドも一概にはね、どうってこと言えないんだけど、やっぱりエンジンの音かな、エンジンの音だから自動車っていうその感覚、やっぱりね、なんかこうスムーズに走って燃費が良くてっていうだけじゃなくて、車を運転してる、あ、車と一緒に走ってんだなっていうね、この感覚がね、私なんかまあ好きなもんだから、やっぱりなんていうの、こうね、まあなんか余裕を持ってスーッと走るよりもね、こうアクセルを踏めばね、自分のその意思と一緒に車が走ってんだなっていう、そういうね感覚、それからまあエンジンの音とかね、それからまあそういうね、車の重量と、そのなんていうの、この馬力の、バランスとかね、そういうのをどん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 ね、こう薄くなっていくのはなんか残念な気持ちですよね。まあ世の中の傾向としてはまあ仕方ないのかなと思うけれども、やっぱり一番大事なのはやっぱりね、まあ人間もそうだし、そういう車なんかもね、やっぱり個性っていうのが大事だよね。ね、やっぱりこう、可もなく不可もなくね、あんまり故障もなく、
燃費が良くてね、環境にも良くてスーッと走るっていうこともそれはそれで素晴らしいんだけど、やっぱりそういうことではなく、やっぱりこの自動車っていうね、そういうこう何て言うのかな、まあアナログ的な、まあ一つね、感覚なんでしょうけども、まあそういうことをね、なんか、自分だけでこだわってもどうにもなんないかもしれないけど、まあ個人的にはこだわっていきたいなというふうに思っております。これは音楽作る気持ちも全く同じで、世の中の趨勢を見ながら自分の感覚を信じて、なんか熱意を持ってやっていけたらいいなと思ったりしております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。